東京都福祉保健局は、東京都庁の子育て支援施策、障害者や高齢者に対する保険、福祉施策、医療提供体制の整備、健康づくりや医療費助成などの施策、また、社会福祉施設に対する指導検査や、生活保護や、国民健康保険制度の円滑な運営に関する事務等を行う知事部局。新型インフルエンザや、 食品偽装などの健康危機に対して迅速かつ総合的な対応を図るため、食品、医薬品の監視指導、環境保険対策、感染症対策等も行う。局の諸務、議会、文書、組織、広報、校長、調査、統計、企画調整、予算、決算、会計、契約、財産及び、物品の管理、工事、人事、定数、福利厚生。 研修、区市町村との連絡調整、管理団体に係る調整等の事務を行っている。指導検査の総合調整、社会福祉法人設立認可、介護保険事業者、養護、有料老人ホーム障害福祉サービス事業者、保護施設、保育所、保健医療機関及び保健薬局等への指導検査に関する事務を行っている。医療政策の企画調整、 医療改革の推進、地域医療対策、救急医療、災害医療、小児救急医療、周産期医療、壁地医療、医療施設東京認可、監視指導、患者の声相談窓口、医療従事者確保対策、免許、医療社会事業、特別区内の死体検案及び解剖、看護師の要請に関する事務を行っている。保健政策の企画調整、 保健所事務事業の調整、管理、健康づくりの推進、成人保険対策、難病対策、被爆者援護、臓器移植、献血対策、医療費助成、国民健康保険事業の計画、区市町村、国保団体等指導、審査会、成人保険福祉、難病対策等の専門的対人保険サービス、維持、薬事衛生、 食品保険等の生活環境保険サービスに関する事務を行っている。生活福祉の企画調整、旧軍人等の恩給、生活保護、保護施設及び、無料定額宿泊所の運営指導、低所得者対策、路上生活対策、中国帰国者対策、三夜対策、福祉人材対策、福祉のまちづくりに関する事務を行っている。 高齢者施策の企画調整、高齢者保険福祉計画の策定、介護保険に係る財政、福祉町村に対する技術的助言、指定居宅サービス事業者等の指定、運営指導等、審査会、高齢者の在宅福祉、認知症高齢者への支援、施設事業者の運営指導、介護老人福祉施設等の整備費補助、ナーシングホームなど都立高齢者施設等の管理、 運営に関する事務を行っている。子供、家庭、女性施策の企画調整、子供家庭支援、児童相談所、非行児童支援、医療費助成、母子保険、一人親家庭の支援、女性福祉施策、児童手当、社会的養護、里親保育対策に関する事務を行っている。障害者施策の企画調整、障害者計画の作成、事業者指定、 障害者の日中活動支援、就労支援、社会参加、障害者の居住に関する支援、施設事業者の運営指導、都立障害者施設の運営、精神障害者保健福祉手帳の交付、精神障害者の保健医療、障害者の医療支援、発達障害、高事能機能障害等の支援体制の整備、東京2009アジアユースパラゲームズの計画、運営、 身体障害者手帳の交付、補装具の判定、死体不自由者構成施設の運営、愛の手帳交付、愛の手帳判定に関する事務を行っている。健康安全対策の企画調整、安全性情報の提供、食品の安全確保対策、食中毒対策、薬事関係免許、薬物乱用防止対策、医薬品等の許認可、 薬事法等に基づく監視指導、医薬品の広告の適正化、毒撃物、違法ドラッグ対策、国有ワクチンの供給調整、環境にかかる、健康影響対策、アレルギー、花粉症対策、各種生活衛生対策、動物愛護管理、動物由来感染症対策、水道施設の認可、感染症、結核、抗転性免疫不全症候群等の予防対策、 感染症、食品、医薬品、水質、環境汚染物質等の試験検査、調査研究、大規模食品製造業、広域に流通する食品、輸入食品等の監視指導、建物衛生対策、薬用植物、有毒植物等の栽培研究、知識の普及啓発、市販症薬の監視指導に必要な標本の整備、 都内の卸売市場内に流通する食品の監視指導、試験検査、牛、豚等の土地区に関する検査、輸入食肉や輸入枝肉の監視及び検査、犬、猫の捕獲、収容、引き取り、蝶と動物愛護思想の普及啓発、動物取扱業の監視指導、犬、年猫の終末処理に関する事務を行っている。感染症対策部は、 日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況への対応のため2020年に設立された。合わせて7月13日付で感染症対策部と健康安全部を専管する健康危機器管理担当局長も新設された。ありがとうございます。